こんにちは、えー、学長の平田おです、えー、今日はですね、まあ、短い時間ですので、まあ、本来、あのー、リアルなオープンキャンパスですとワークショップというあの実際にセリフを言ったり体を動かしたりしながらですね、えー、この大学でどんな授業をやってるかをご紹介できるんですけれども、まあ、残念ながらオンラインということになりましたので、まあ、大学で演劇を学ぶってことはどういうことなのかを少しあのー 疑似、まあ、体験をしていただければと思っています、えー、大学で演劇を学ぶということは とはですね、要するにその、まあ、専門学校に行ってもあるいは劇団に入ってもいいわけですけれどもわざわざ大学に来て学ぶっていうのはどういうことなのかということが一つそれから本学はですね演劇やダンスをやりたい学生だけではなく、まあ、観光とかですねまちづくりとかいろいろな関心を持った学生にも演劇を通じて、まあ、コミュニケーション能力を磨いてもらうということが、まあ、1年次から課されていますの、ね、でその意味についても少しお話をしたいと思います。 え、少しだけちょっと自己紹介のスライドを持ってきました。あの普段、私は劇作家演出家で作品を作るのがま1番の仕事ですね。えー、と、これはまだ皆さんが生まれる前。です 2002年の日韓共催のサッカーのワールドカップがあったのをご存知かと思いますが、えー、そ,れそれのまあ記念事業でですね日本と韓国の、えー、両方の国立劇場で合同で作った作品です日本の俳優さん6人と韓国の俳優さん5人出ていただいて、まあ、あの大きな賞をいただいた作品になりました。えー、とこれは私の代表作で東京ノートと今 えー、世界14カ国ぐらいに翻訳されて世界中で上演していただいている作品なんですそれの、まあ、日刊版ですね、えー、手前の二人は韓国の俳優さん奥の二人は日本の俳優さんということになりますこれはそれのフランス語版ですねフランスの国立劇場で作った作品ですしょその時の劇場とかですねあこれはあの台北ノートと書いてありますが台湾で、まあ、こういうの本案と言いますけど台湾を舞台に置き換えて 台湾の俳優やスタッフと作った作品です。まあこういったまあ国際共同の仕事が多いんですけどね。えそれから私長くあの大阪大学におりましたので大阪大学でこういったロボットを使った演劇とかも作ってきました。えー、これはオペラですね。これはあのドイツのハンブルグの州立火劇場で作ったオペラでこれ福島が舞台になってます。最後こう防護服を着てお墓参りに行くシーンで終わるんですけど、まあヨーロッパではこうオペラの演出などもしてきました。はい。 えーまあ、一方で作家なのであの小説とかも書いてましてあの数年前にももクロ主演で映画化されたのをご覧になった方もいらっしゃるかと思います。これ高校演劇の、ね、演劇部が舞台になっている作品なのでもし興味があったらあの見てください。はいえー、そしてですねあのずっと、えー、国語の、まあ、小学校中学校の国語教科書を作るお手伝いをしてきましたので。 今も、えー、実際に年間30校から40校ぐらいはこうして小学校や中学校に出向いて授業をしています。えー、ちなみにですね、この、えー、芸術文化観光専門職大学のある豊岡市は、えー、市内36のすべての小中学校でこの演劇的手法を使ったコミュニケーション教育が導入されていますし、えー、この田島地域ですね周辺の田島地域もすべての高校で、まあ、何らかの形で演劇を使ったコミュニケーション教育が行われていると。まあ、こういうい演劇 はで,、まあ、ですね。今教育の世界で非常に注目を集めていて、まあこういった広がりをまあ持ち始めている。本学はですね、その演劇を学ぶだけではなく、て演劇教育についても学ぶカリキュラムが用意されています。はい。で大学でもこういったあのワークショップ形式と呼われる、まあこういった授業をするんですけど。 えちょっとこれどんな授業をしてるかあの内容を説明したいと思うんですこれあの列車の中という設定になっていてこの座ってる2人はまあ知り合いなんですね。ここのの A さんと B さんんとと B ろにで席を譲り合ったりしながら旅行ですかと声をかける まあこういうテキストなんですけど、これ意外とですね。日本の高校生、大学生がと苦手な方が多くてですね、えー、初対面のはずなのに妙に慣れ慣れしくなってしまってどこですか？みたいになっちゃったりとかですね。あるいはあのこう演劇部の言葉だとね。一生懸命聞いちゃうどこですか？とかこうなっちゃったりするわけですね。で、最初のうちなんでうまくいかないのかよくわからなかったんです。もう25年ぐらい。やっ仕事してるんですけど、それまではプロの俳優としか仕事したことはなかったので。 で、まあの、なんでこれできないのかなと、高校生聞いたんですね。それから非常に高校生らしい答えが返ってきて、まあ、自分たちは初めて会った人と話したことがないからって言うんですね。で、まあ、誰でも最初は初対面だろうと思うんですけど、要するに、ま、他者との接触が少ないっていうことですよね。で、そのうち、ま、社会人、向けの、こう、カルチャーセンターなんかでも教えるようになっ。 まあそこで、あのー、社会人の方でもちょっと苦手な方が多いってことがまあ分かってきましたでそれ以来ですね、あのー、参加者にこう聞くようにしてるんですけど、まあ、そもそも、まあ、皆さんまだおそらくこれあの受講してるの高校生が大半だと思うんですけど、まあ、こうう列車のね長旅というのの経験もないでしょうし、まあ、それから実際に大人でも今は。 あの私たちが大学生ぐらいの頃は東京や大阪の大学生が北海道や九州旅行に行くのに、まあ、10時間ぐらい列車に乗るって当たり前だったんですけれども、まあ、今飛行機の方が安くて早いですから、まあ、こういう経験自体が少ないと思うんですねそれから日本ではこうボックス席の列車とかですねコンパートメントと言いますけれども個室の列車とかも少ないのでこういう経験自体があまりないんだと思うんですがちょっとあの想像イメージしてみてください。 え皆さん大学入ってねコロナが収まれば海外にまあたくさん行く、まあ、行きたいと思ってると思うんですよね、えー、本学学も留学をたくさんあの用意、えー、準備していますで、えー、海外に行く時にはまあ飛行機に乗りますねそ,れその時にまあ隣に知らない人が座ったとで、えー、自分から話しかけるって人もいると思うんですね。 それかからら自分からあんまり話しかけないないいって人もいると思うんです話しかけられれば答えるけど自分から話しかけないから場合によるって人もいると思うんですけど、えー、ちょっと考えてみてください。まあ実際の授業ではですねここで手を挙げてもらうんですけど、まあ、大体日本ではですね話しかけるっていうのはまあ1割程度です大体どこ行っても1割ぐらいなんですねあの全国どこ行っても大阪だけちょっと上がるんですけれども。えーで 話しかけないという方に、まあ、6割から8割ぐらいが手を挙げます。で、残りがまあ場合によるですね。で、えー、場合によるの方にですね、今度、どんな時なら話しかけますど、どんな場合なら話しかけますかと聞いてみます。まあ、もちろんですね、えー、自分の体調とかあ 自分の体調とかもあると思うんですけど話しかける主体の A さんの体調とかもあると思うんですけど多くの方がやっぱり相手にによるという,ふうに答えます、まあ、話しかけやすそうな方だったらとか相手が何か同じようなものを自分と同じものを持ってたりとか何か行き先が一緒だってことが分かってたり、まあ、特に飛行機の場合はね行き先が一緒だっていうことが分かってますので、まあ、そういう話をすると答えが返ってきます。まあ、逆にです、ね、話しかけないと え答えた人でもでもすねこの C さんが例えば赤ん坊を抱いててですね赤,赤,赤ちゃんがこうじゃれついてきたりしたら何か言いますよね可愛いですねとかですね、えー、一方でこう話しかけるという人でもですね C さんがすごく怖そうな人だったらまあ相手によるわけです。でこれ全く同じワークショップをですねオーストラリアの大学でやった時にやっぱりオーストラリアの学生たちにどんな場合に話しかけますかとまあ聞いたわけですね、まあ、そうしたらですね人種や民族によるっていう答えが返ってきたわけです。 やっぱりワークショップっていろんなとこでやってみるもんだなと思ったわけですねただこれはですね相手によるんじゃなかったんですねこれはあの A さんの側が A さんがイギリスの上流階級の教育を受けた男性だったらまあ話しかけないんじゃないかというんですねイギリスの上流階級では人から紹介されない限り他人と話してはいけないとマナーがあるんでま話しかけないんだ、まあ、だからあいつらお高く泊まってんだってオーストラリア人のイギリス人に対する偏見もちょっと入ってると思うんですけどでもそういうマナーがあることは事実なんですね。 で皆さんもこれから経験すると思いますけれどもアメリカとかオーストラリアとかカナダとか、まあ、やたら話しかけてくるんですね。でアメリカでも東部よりも中西部西部の方が圧倒的に話しかけてきます。これやっぱり開拓の歴史が浅くてですねあの自分が相手に対して安全な人間だってことか早く示さなきゃいけないの風土が残ってると話しかけてくるんじゃないかと思うんですね。僕ははよく学生たちに説明するのは まあこれねこの,あの観光に関心があってえ本学を目指してる生徒さんも多いと思うのでえ例えばまあアメリカでえ旅行に行ってですねホテルに泊まってエレベーターでまあ他人とこう乗り合わせるとでまあ無言ってことはないわけですねハいイとかハワイとか何か言,言わないまでもこう目で微笑みあったりしますじゃあ日本人はどうですかねエレベーターのとみんなこう上の表示を見ますねあのこう気詰まりなんてこう上の表示を見ちゃいます。 えー、じゃあエレベーターで話しかけるアメリカ人は大変コミュニケーション能力が高くて話しかけない日本人はコミュニケーション能力のないダメな民族なんでしょうかまあ、そういう話でもないと思うんですね要するにこれは文化の違いなわけですアメリカという多民族国家は狭い空間の中にいろいろな人が閉じ込められると自分が相手に対してこう敵意を持ってないということを声や形にしてはっきりと示さないとストレス緊張感が溜まってしまう社会です 一方で、まあ私たち日本人はですね、えー、島国村社会でのんびり暮らしてきましたので、まあ、そういうことをわざわざこういう形にして争うのは、ヤコだという文化の中で育ってきました。これ文化の違いなんで、良し悪しではないしまして、優劣ではないわけですね。これを優劣として考えるのはもう150年前に遡った親と医学人あとってまたコミュニケーションについて学ばなきゃいけないわけですけれども、えー、そういうものでもない。ただ、 皆さんも,もううすうす感づいてると思うんですけど日本もそうも言ってられない社会になってきたっていうことですよね。で私たち教育に携わる者はですねこのそうも言ってられないということを、まあ、そこら辺のですね、えーまあ、居酒屋談議雑談レベルで済ますんではなくってきちんと問題を切り分けて、えー、やはり教育というものを望まなきゃいけないと考えています。 え皆さんまあ生徒学生さんにとってもですね同じことなんですね何となくコミュニケーションのコミュニケーション能力とかコミュニケーション教育コミュニケーション教育と漠然と言っててもダメでまあ問題を切り分けるという姿勢が特に大学での学びでは大事になってきますま。僕はよく縦軸と横軸というふうに説明するんですけど横軸はですねえまあどんなコミュニケーション能力なのかってことですねよく言われるグローバルコミュニケーション。 国際社会の中でのコミュニケーション能力ですね皆さんの中でもう今後一生海外には行きませんっていう人はいないと思うしそういう方は多分本学は目指さないと思うそうするとやっぱり国際間のコミュニケーションのマナーというものは身につけておいた方がいい一方でですね、えー、日本にもこれからたくさんの外国の方に来ていただいて働いていただいて暮らしていただかなきゃいけない そうすると今度は外国の方が日本ではマイノリティになります。このマイノリティの受け入れ、私たちが多数派ですから、それどう異文化を受け入れていくかいまた違うコミュニケーション能力が必要になりますね。それから日本人同士も どんどん価値観が多様化していきますから今までのようにそこはちょっと察してよとか、まあ、日本人なら分かってよというコミュニケーションだけではまあ持たなくなる、まあ、世代間のコミュニケーションとかジェンダーの問題とかいろんなコミュニケーション能力がまあ必要になってくるってことですねこれ何のための、えー、どういう種類のコミュニケーション能力なのか,かきちんと切り分けなきゃいけないもう一つは縦軸です。皆皆ささんん一一人一人のの将来にわたっての問題です今皆さんは えー、受験に向けて特に、えー、英語入試推薦入試などは、まあ、本学はもちろんそうですけど他の大学でもコミュニケーション能力というものを図る大学が増えてきています。 それはただ単に、えー、コミュニケーション能力コミュニケーション能力と言ってるだけではなくて、えー、大学に入るとどんどんアクティブラーニング化が進んでますのでグループディスカッションとかが、まあ、本学は特に多いわけですよねそうするとそれだけのこう対等な議論ができるような学生じゃないと本学の学びについていけないということでこういう試験になっています、えー、大学に入ります1年生になると今度は大学4年間でどういう、えー、学びを作っていくか。 そのためにはどんなコミュニケーション能力が必要なのかが問われますしそういう事業がたくさん、まあ、用意されています。さらに3年4年経ちますすと就職ですね、えー、今日本企業ほとんどの就職担当者は一番要求する能力としてコミュニケーション能力といいうものを上げていますで常にだから皆さんはコミュニケーション能力コミュニケーション能力と言われるんですけど。 でもちょっと冷静になって考えてみると別にコミュニケーション能力って進学や就職のためにつけるものではないですよね企業の側だって別にあのコミュニケーション能力をつけてきた人を取りたいわけじゃなくてコミュニケーション能力がもともと高い人を取りたいんですで、逆に皆さん一人一人の長い人生の中で考えてみると本当に大事なことは 例えば将来どんな家庭を築きたいのかとかもちろん結婚しない権利もありますねそこも含めて、えー、それからどんな地域社会の中で生きていくかそういった人間関係を構築するためのコミュニケーション能力の方が進学や就職のためのコミュニケーション能力なんかより本来ずっと大事なはずですよねで、えー、進学や就職はその結果に過ぎないわけです要するに長い 30年50年のスパンの中でですね皆さんはじゃあ自分はどんなコミュニケーション能力を身につけたいのかということを一人一人考える必要があるこれがまあ横軸と縦軸、えー、コミュニケーションの質を考えそして自分はさらにそれの中のどれが必要なのかを考えていくという態度です。 僕はよく学生たちに説明するのは、まあ、今文部科学省が言ってるのグローバルコミュニケーションスキルなんてのは恐るに足らずだというふうに言っていますあれグローバルグローバルと言ってますけどアメリカンコミュニケーションスキルですからね要するにビジネスの中心がアメリカなので、まあ、そのマナーは知っておきましょうということですまあたいコミュニケーションの7割8割は民族の習慣に根ざしたマナーですだからまあアメリカ行ったらホテルでエレベーター乗ったら「はいハワイと言っとけぐらいに覚えておけばいい でこんなものはまあできますよねそんなものは恐れに足らずだと本当に恐れなきゃいけないのは本当に謙虚にならなきゃいけないのはこのコミュニケーションの多様性の方なんだと思うんです文化の多様性の方なんだと思うんですアメリカではエレベーターで他人と乗り合わせたらはいハワイと言わないと失礼なでも同じ英語を使っててもイギリスのある階級に行ったら話しかけたら失礼になってしまうんです こんなことを全部覚えておくことできないですよねっていう覚えておくのは AI 人工知能に任せればいい皆さん検索さえできればいい本当に皆さんが身につけなきゃいけないのあるいはこれからの、まあ、あ人類が身につけなきゃいけないのは次に行く国はどんなコミュニケーションを取るんだろうという好奇心とそして自分の文化を押し付けない謙虚さの方なんだと思うんですね。それが本当の意味でのグローバルコミュニケーションスキルだと。 まあ私は考えてますし本本学ののコミュニケーション教育の基本もそこにあります、えー、異なる文化異なる価値観を認め合って、えー、本当にその中で、えー、他者と交わる力を身につけていく、まあ、そのために、まあ、演劇的手法を使うということなんですけれども、まあ、ちょっと話を元に戻すとですねアメリカオーストラリアよく話しかける。 でイギリスはですね、あのー、同じ英語を使ってても古い社会なんで住んでる場所とかですね、階級によって随分英語のイントネーションとかが違いますね。そうすると相手を紹介してもらわないと多分どんな英語で話しかけていいのかが決まらないんだと思うんですね。だちょっと話しかけけにくい言語なわけです まあそう考えていくと日本語もちょっと話しかけにくい言語で、まあ、日本語とか韓国語というのはですね、敬語が複雑に発達してますから相手との関係が決まらないちょっと話しかけにくいんですね、まあ、特に韓国語は年齢による敬語が非常に厳しく,、えー、厳しくあの追及をされます。日本語はどちらかというと社会的な関係で敬語が決まるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、封建社会だとこれでいいんですね。みんな知り合いだし関係が固定してるから。 でも私たちは今同世代の人と初対面で会うなんてことしょっちゅうあります。で私ちょっとあの韓国語をしゃべるもんですから私は同世代の方と韓国の方と会った時本当に困るんでそこあの間違えると非常に失礼なことになってしまう。ただ言語っていうのは非常にうまくしたもんでですね韓国語の場合には相当早い段階で相手の年齢を聞くという習慣があります。 え向こうはあの数え年なんで数え年と万年齢でまた誤解が起こるとまずいので「い,いくつですか?」とはなく何年生まれですか?」と聞くんですね。でまあこれで男性同士はいいんですけどやっぱ女性には聞きにくいですよね昔は韓国の女性は年齢聞かれるのに嫌がらないと言ったんですけど今そんなこともないので。 ここれ逆のこともあります。今、日本から韓国に行く観光客の8割は女性と言われているんですが、まあ、その、えー、韓国に行った日本女性がいきなり年齢を聞かれて不愉快な思いをしたという報告がよく政府観光局に届けられるんですね。まあ、こういうふうにです、ね、話しかけるという行為一つとっても、お国柄とか民族性とか国民性というものが現れます。アイルランドという国でワークショップやった時には、ですね、いきなり全員が話しかけるというふうに手を挙げたんです。 場合によると話さえでできなくなくっっちゃったんですでアイルランドってあのみんなはねあんまり馴染みないかもしれません去年おととしかなあのラグビーのワールドカップで日本と対戦しましたね皆さんまだビールは飲まないと思いますギネスビブックっていうのは知ってると思うあれを出したらギネスという、ね、ビール会社があ,ありますでそのもうビール好きの民族なんですねでパブでこうみんな立ち飲みでビール飲んで本当にみんな話しかけてきますものすごい気さくなんですね でもイギリスとアイルランドなんて隣の島でしょ。でこんなに違うわけです、コミュニケーションの仕方私たちは欧米と一とりにしますけど、アメリカ、ヨーロッパでも一つ一つの国、一つ一つの民族でコミュニケーションの仕方は随分違うというとす。ちょっと余談ですが、あの、 このネタ私20年ぐらい喋ってきたんですけどあの3年ほど前にエクスペディアというまあ世界的な旅行会社がですねこの機内で隣の知らない人に話しかけるかどうかの世界中の調査をしてくださいましたこれは別に私がも頼んだわけでもちろんありません偶然なんです。 でもう見事にですね、えー、日本は最下位で15%さっき1割と言いましたけど僕の20年間の経験はそのまま数値として現れてびっくりしました、えー、一番話しかけるのはこの統計ではインドってことになってますね、はい、こういうふうにあの話しかけるかどうかも民族性とかがあるので話しかけりゃいいってもんでもないっていうかそれは優劣ではないっていうことなんですよね えー、さて私たち、まあ、演劇人はですね、えー、これ台本をもらうとなんとなく役作りというものをします、えー、例えばこの A さんになったらこの人上品な人なのかながさつな人なのかな教養のある人なのかなない人なのかないろいろ考えながらあーセリフを言います。で えー、今問題になったのはこう「旅行ですか?」というセリフですね。これ簡単なセリフです、えー、英語に翻訳しても韓国語に翻訳しても意味の取り違いのない簡単なセリフです。でもこのの A さんが何人なのか あるいはそもそもこの台本書いたのがどこの国の人なのかによって「旅行ですか?」というセリフの書かれた意味は随分違ってきますね。いいですかセリフの意味は同じなんだけどセリフの書かれた意味が随分違ってきます。だってこの A さんがアイルランド人だったらこの A さん普通のアイルランド人でしょだってみんな話しかけるんだから。この間フィリピンから来た留学生に聞いたらこのシチュエーションで話しかけなかったら失礼だと言ってます。120%話しかけ 日本人は1割しか話しかけないんです。ということは、皆さんがこれ演じる、ワークショップで演じる時に、A さん役になったら、ちょっと積極的な人、ちょっとずうずうしいぐらいの人と役作りをしないと、多分この旅行ですかというセリフはうまく言えないということなんです。えー、通常の授業ではここで問題を出します。皆さんもちょっと考えてみてください。この A さんが、では、イギリスの上流階級の教育を受けた男性だったとします。ちょっと、今度は話しかけちゃいけないんですよね。 ででも台本には旅行ですかと書いてあるということはこの作家この劇作家はですね何か別のメッセージをそのセリフに込めてることになります。じゃあ何で A さんはルールマナーを破ってまでも C さんに話しかけたんでしょう まあこういうことを聞くわけですね。まあ,あの、いろんな答えが返ってきます、えー、例えばそうですね。c さん、あ、えー、c さんはすごくこう。綺麗な女性でですね。あのマナーを破ってまでも話しかけたいぐらいまあ、一目惚れをしてしまったとかですね、えー、あるいは a さんが何か身分を隠さなきゃいけなかった。スパイとかでですね。だからこう庶民のふりをして旅行ですか？と言ったとかですね。 あるいは C さんがちょっと自殺しそうなほど落ち込んでいるように見えたので心配でまず旅行ですかと声をかけてみたとかあるいは A さんが、えー、その身分が嫌で放浪の旅に出たのでわあの積極的に旅行ですかといって、まあ、いろんな答えが出てきます。これは私あの国語の立体化と呼んでいていろんな高校でもこの授業をやってきました。これ実際に演じてみるとですねあのいろんな答えが実際に実感として出てくるんです。で えー、今までの皆さんが受けてきた国語の授業どちらかというとこの作者の言いたいことは何でしょう50時代で答えなさい「丸か×か」みたいな一、まあ、つの正解を求める、えー、授業だったと思うんですけれども文化的ななな背景がが違えばいいろんん解釈が起こるっていうこるうとなんですねそしてその解釈の一つ一つは分ある文化的な背景を持っているのは決して間違いとは言えない。まあ、それを、えー 体感実感してもらうための演劇のワークショップです。えー、ある高校でですね非常にいい答えがありました。C さんがバカ、あ、じゃあ、ね、ごめんなさい、A さんがバカという答えがあります要するに A さんはイギリスの上流学級の教育を受けたんだけど、バカだから話しかけちゃった。これ、すごいいい答えですね。今、皆さんはずっと話しかける理由を一生懸命考えてきたと思うんですけど、単純に能力の問題だった。これ、まず発想がいいですよね。 そして先ほども申し上げたようにこれからの大学入試というのはこの作者の言いたいことは何でしょう50字内で答えなさい「るか罰か」のような一つの正解を求める試験からですねこの A さんはイギリスの上流階級の教育のを受けた。 貴族の出身なので本来話しかけてはいけないはずなのに話しかけてますさあなんで話しかけたんでしょう5つ可能性を答えなさいみたいな入試にだんだん変わっていくんですねもしこれが大学の入試の説明説問だとしたらイギリスの上流階級の教育を受けたとしか書いてないわけですから教育を受けたからといって能力が備わるとは限らないですよだから、えー、問題自体に批評性を持った非常にいい答えだというふうに、あのー、大学側は評価をします さらに面白いのはこの場面をです、ね、イギリスの観客が見てたら旅行ですこのあとこの貴族のボンボンのバカ息子の A さんが無理して旅行に出てきた珍道中が始まるんだなという情報をイギリスの観客なら得るかもしれない。 あるいは一番冒頭で言ったようにこの C さんすごい綺麗な女優さんとかやってたあこのあと A さんと C さんの身分を超えたラブロマンスが始まるんだなという情報をイギリスの観客なら得るかもしれない。で日本人そんなこと思いもしませんよね日本ではそんなに身分とかその身分による言語の違いそんなにはないからイギリスほどにで僕も思いもしませんでした僕が書いた台本だけど。 これが異文化と接触する時の面白いとこでありまたちょっと面倒くさいとこでもあります全く違う解釈が起こるということなんですね 僕はあの大阪大学と同時に東京芸大東京芸術大学でも教員をしてきたんですけど、まあ、東京芸大というのは音楽と美術のまあトップクラスの学生が全国から集まってきますよねそして将来は国際的に活躍するアーティストをみんな目指しています、まあ、特にあのクラシック音楽なんていうのはまあ海外に出ないと意味がないですからで、まあ、僕は学生たちに説明してきたのはですね、まあ、国際的な仕事ができるかどうかちょっと向き不向きがあると。 で向いてないやつっていうのはですねこういう事態に直面した時何だわかんないんだよとか切れちゃったりとかですねあるいはそれが繰り返されるとどうせわかんないだろうって諦めちゃうわけですね。で向いてる人というのはですねやっぱこういうの楽しめる人だと思うんですね。そんなふうに思うの面白いね全然俺そんなふうに思わなかったよじゃあ今度こうやってみようかまあどうせならですねやっぱり楽しめる人になってくださいまあ若いうちですね高校生とか大学生でたくさん異文化と接触してこういうものを楽しめる人間になってください。 いうふうふにまあ言ってきましたただです、ね、これもあの冷静に考えてもらえば分かると思うんですけど別にそういう能力というのは国際的に活躍するためにつける能力ではないですよね先ほど言ったように。 皆さんは今18歳とか、まあ、19歳だと思うんですけどまあ少なくともあと50年ぐらい生きなきゃいけないわけですよね。その50年間の人生の中でもう私は外国の方とは一切接触しませんなんてことはありえないし逆に言えばこれからどん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 その接触の機会は日本の中でも増えていくわけですよね。でその残りの50年の人生の中でいちいちもなんでわかんないんだよとかもうどうせわかんないだろうとかって思う人生と。 えそんなふうに思うの面白いねって感じる人生とどっちがいいですかせっかくだったらば確かに異文化との接触は面倒くさいこともあるしちょっとこう辛いこともあるけれどもそれが楽しめる人生の方が豊かじゃないですかで僕は大学で、まあ、演劇を学ぶあるいはコミュニケーションを学ぶというのはそういうことなんだと思うんです。就職のたたたためめだだっっららばばあるるいはアーティストになるためだったらば ももっと近道があるかもしれない。でも大学特にまあリベラルアーツですね教大学において教養を身につけるというのはそのことによって皆さんの人生を豊かにしていく、まあ、それが大学で演劇を学ぶあるいは演劇を通じてコミュニケーションを学ぶ大きな意味だというふうに考えています。 で最近ですねこういったことをですね教育学の世界ではシンパシーからエンパシーへというふうに呼んでいますこれあの訳語がですね似たような訳語が出てきてしまうんです私は同情から共感へ同一性から共有性というふうに訳してきますあの要するにシンパシーというのは かわいなな人がいたらだともちろんこういう感情を育てることも大事なんですけれどもこれはどっちかとですねエンパシーというのは異なる価値観異なる文化的な背景を持った人がなんでそういう行動をとったかとか、えー、を、まあ、理解しようとする態度や技術能力のことですで。これはきちんと教育で身につけなきゃいけないというのが今世界の最先端の教育の考え方です。で えー、要するになんでこの人今話しかけ俺だったら絶対話しかけなくなん何でこの人も話しかけたんだろうなんでこの人も話しかけなかったんだろうって考えるということなんですね同意する必要はないんです同化する必要はないんですでもその人が何でそうしたかを理解する必要はあるってことです私はあの最近よく学生にはこういうふうに説明しています例えば今年の1月 えー、アメリカでですねワシントンで、えー、トランプ前大統領の支持,支持者たちが国会議場に乱入しましたね。私たたちちはあの乱暴者たちに全く同意できないでもトランプ前大統領に投票した7,000万人の白人貧困層の悲しみや寂しさには理解を示さないといけない。そうじゃないと社会の分断が ずっと続いてしまうからです同意する必要はないでも理解する必要あるなぜそうしたかを理解する必要があるこれがエンパシーですそしてこのエンパシーを育てるのには演劇 要するにその人の立場になってみるその人の役を演じてみるということが、まあ、非常に重要だということが、まあ、最近の、まあ、教育学の中で演劇が非常に注目を集めている一つの理由です。えー、皆さんもですね是非、えー、本学に来てです、ね、このエンパシーを育てるような教育というものを体験していただければと思います。えー、今日は短い時間でしたけれども、えー、本学でですね皆さんと会える日を楽しみにしています。ありがとうございました